Hey man、 どうもこんばんは、よしおです。ここでやんのめちゃめちゃ久しぶりかな。ゾンビさん、チアありがとうございます。いつも本当ありがとうございます。ここでやるのむっちゃ久しぶりよね。いつ以来？もう1ヶ月ぐらいやってなかった？そんなことはない。最後にやったんて何やったっけ。カウンター構築とかやったかな。ミシックチャンピオンシップがあったり、あと純粋に僕がちょっとね予定があったりとかで、最近土曜日全然ね配信できてなかったんですけど、そのビッグマジック的にね、ミシックチャンピオンシップの個人配信で全然違うゲームちょっとやってたけど、いやほんとね、いつもこうやって、ね、チアしてくれて嬉しいですよね。継続してやってくれるってことはね、いつでも変わらずこう見ていてくれてるみたいな、その事実がね嬉しいござんすわ。やっぱり2週間空いたよね。3週間ぶり元気してた、ね、個人配信とかで会う人はねみんな元気してたと分かるけど、ここでしか見てくれてない人とかもいると思うからね、近況報告ですか、しますか。特に何もありません。以上です。はい近況報告ね、最近ねちょっとね毎回ちらほら言ってるんですけど、ジョギングの習慣をほんまにこう定着させようと思って、先週4日で今週3日かな、夜中にジョギングしに行ってるんですけど、夜の街というのはやっぱりいいですね。まあ僕の住んでるとこ街っていうのは、まあ村でもないけどシティじゃない、タウンやね、タウンやけど全然住宅地なんですけど、人の気配が全くないこの空間を一人でこう音楽聴きながらこう走るって、こう一つのな、ちょっともうね大げさに言えばトランスじゃないけど瞑想的な気持ちの入ってる状態で、それはね1時間も走れないんですけど、前は全然体力なくて、もうメイウェザー、目指すはマネーチームよ。ノイネ君はザ・ノーマネーチームやけど、俺目指すのはザ・マネーチームですよ。そう、ね、昼前やとね、車とか走ってるから、車とか走ってるのと、あとね、学生とかが結構、まあ、高校とか中学とか近いから、学生が割と走ってるんですよね。まあ、その中におっさん一人入るの結構ハードル高いし、あ、純粋に邪魔になったら申し訳ないなみたいな気持ちもあって、まあ、夜中だとほんまに誰もおらん、誰の邪魔にもならへんし、その車とかがないからね安全やし、夜中だとほんまにね全く車走らん地域なんですよ僕住んでるとこ。全くってことではないけど、その大きい道路から外れるとね全然もう静かで、かといって真っ暗でもないんですよね。ちゃんと街灯がちゃんとあるから、その危険度がとにかくないと。で前までちょっとね公園を走ってたんですけど、一回公園でねもうマジでこけて、なんかね砂利道からコンクリになるとこがあんねんけど、そこがもう、ね、殺しにかかってるぐらいのちょっとそのデンジャラスゾーンなわけよ。気ぃつけてほんまにいかんとコンクリートに足ガーッと取られてこけるんですけど、でらーんこけて手のひらもすりむいてから、もう公園ええわ、もう全然おもんないってなってこの公園おもんなってなってね、公園やめよう、危ない危ない普通にってなって、公園やと、まあ言うたらその、ね、砂利のゾーンとかもあるから、コンクリートとかよりはなんかこうね言うじゃないですか、負担があんまないとかって、土とか砂利のゾーンがあるからもうその方がいいんかなと思ってたけど、普通に危ないし公園真っ暗だよね夜中になったら。
ね、ちょっとなんか一回公園で走った時に、公園の真ん中に池があって、その池の手前にベンチがあるんだけど、ベンチになんか女の人座っとってさ、でうわこんな時間にこの真っ暗の中座るみたいになって怖って、これ見た赤いやつちゃうのってやってさ、ほんで一周したらおらんから、いやもう俺のそういうなんかなんやろうね、暗闇への怯えとかが投影されてね、幽霊の正体みたいじゃないけど、なんか木かなんかやったんかなみたいな感じが、怖いってなってさ、これそのまあもう究極幽霊の方がいいよねってなる、その人やったらめっちゃ怖ない、夜中に、夜中におっさんとかがさ、なんもない真っ暗のベンチの上座ってて池見てるとかさ、もう遭遇したら怖いやん。もうそのなんかそういうなんかね、本人としてはそのロマンチックなあれに浸ってかもしれんけど、こっちとしてはね怖いから、暗闇で人と会うのちょっときついなってなって、公園をやめて、ね、道路走るようになって、まあ、道路っつってもその歩道ですけどね、歩道走るようになって、で、僕の家の近くに駅が2つあるんですけど、まあその鉄道会社ちゃうんですけどね、まあ1つもうメジャーな方の電車の方のその線路沿いに走ってって感じでずっとやってたんですけど、それね、ただただ上り坂で、もうね30分も持たへんなぐらいのアップダウンが激しすぎるみたいな坂なんですけど、昨日ちょっと気持ちちょっとなんか心機一転ってじゃないけどさ、気持ちをちょっと高めたいなと思って違うコース走ろうってなって、地下鉄の駅があるんですけど、そっちの方に向かって走ってたんですよ。ただただ平坦でさむちゃくちゃ楽、いつもと同じ時間走ったけどまだまだ行けるなんてなったから、自分で知らず知らずのうちにハードモードやってたんだなっていうふうに気づきました。はい、 MTG でもいつももっと強い敵使ったらいいのにと自分でも思うんですけど、そういうとこがあるのかなと、ただただハードモードを求めるね、まあ、マゾですね、言うなればマゾですよ、はいM ですね、男はもうそれぐらいがちょうどいいっていうのは僕の持論ですけどみんなももうね、みんなも私に負けないぐらいのちょっと M 感を出していってほしいなと思いますね。これ何の話これほんまにというわけで MTGI が今日は基本セットね2020が MTGI にもリリースされてますから、そっちやっていきたいなと思いますね。まあ緑絡みのデッキしかちょっとやる気はないですよ、まあ、正直もう好きなことやらんと思んないから。みんなどんなデッキみたいですか、まあ、これ話題のねスケープシフトですね、日本語にしようか、カードがわからないって言われたかなんからね日本にしますけど、これはあれですね、これも丸々コピーなんですけど、不屈の巡礼者ゴロスで土地サーチして、まあ、モンデッキですね、前からあるモンデッキなんですけど、それほどモンシナジーはなくて燃え立つモンだけですね、燃え立つモンと、まあ、ギルド階段だけ迂回路でモンとか持ってくるんですけど、モンデッキのいいところはこの迂回路とかでこの別の名前の土地がねいっぱいこう採用できるので、死者の原野のこう 7種類以上の土地をコントロールしてるっていう状態を作りやすいと。で死者の原野をまあこのゴロス土地なんでも持ってくるからね、死者の原野を持ってきてパーン置いて、でそこからゾンビトークン出してって盤面取っていくデッキなんですけど、風景の変容を売って、まあ、土地をいっぱい生贄に捧げてドンと出すと、まあ、死者の原野込みでドンと出すとその7種類以上の土地が同時に出てるから能力がいっぱい誘発するんですよね。で死者の原野をこう2枚以上も2枚持ってきてる状態とかで、例えば7枚バーンって出たら14体ですよねトークンがっていう感じで、それで制圧するデッキで、相手がまあね大体の場合やっぱアンサー持ってますから、基本的には時をほぐすものテフェリのプラス1から入って相手のエンドに
風景の変容を打って勝ちたいよと。まあ緑主体青緑デッキとかやったらアンサーないからラストとかないからね、もう風景の変容自分の上にバーン打ってもいいけどっていう感じのデッキと、ちょっと最近昨日かな、昨日試してちょっと楽しかったデッキ、エレメンタル主体でヤロクも入ってて、ヤロクと戦慄衆の式が入ったオムナスデッキ。オムナスの場合はちょっと控えめなんですけど、まあ、戦慄衆の式デッキのこう、まあ、アナザーバージョンみたいな感じですね。茨の騎兵がとにかくねいけてて、これをとにかく今シーズン使いたいなっていう思いが自分の中にありまして、茨の騎兵ね、墓地がね簡単に超えるからこういうカードとめちゃくちゃ相性いいんですよね。土地を増やして墓地も増やすっていう戦慄衆の式との相性たるやって感じですよ。まあこれもコピーデッキなんですけど、あとはね、まあ、おっさんの時ちょっとねまだ寝れてないからちょっとあれなんですけどこれも個人配信でひたすら使ったからね。あとはね、これハイドラデッキですね。ヘイルハイドラってね、キャプテンアメリカに言わしてるだけですけど、豊穣の力戦でマナクリーチャーからマナ出して、でこのガーゴスとかこのね退職のハイドラ、ハイドロイド混成体みたいなのをつなげていくデッキにしたいなと思ってるんですけど、なんとも自分でもね組んで思ったんですけどね、綺麗は綺麗だと思うんですよ。デッキリストまとまってはいると思うんですけど多分弱いなってで力戦でね、うん、マナいっぱい得て、力戦があるとね、よく考えたらあれニッサもねクリーチャー化した土地から出るマナ増えるよね。クリーチャーをタップするだけだから、森をクリーチャー化させたら3マナ出るわけですね、力戦あるとっていう、こう微妙な微妙なシナジーでこう、まあ、カードパワーでごまかしてる感じ、この遊びの部分をニッサのカードパワーでごまかす感じだけど、まあ多分このハイドラは結構強いと思うんだよね。これでこのガーゴス入りのガーゴスとこの退職のハイドラ、ハイドロイドと、あとプレインズウォーカーに乗ってる中性カウンターの数だけのねプライチカウンター持って出てくるハイドラやつを使ってるデッキ当たって、ティムールカラーやってんけど、青赤緑やってんけど、それでこの退職のハイドラってされた時結構強くてさ、 X3 で5マナで出しても6-7なんやね。よく考えたらプライチカウンター3つ乗ってそれ倍にするから5マナ67トランプルってなんかもう俺らからしたらね、20年やってるプレイヤーからしたらちょっと待ってくれよってなるよ。俺ウルタズレガシーした時6マナ64トランプルのヤギマヤのワームとか普通に友達らの時入ってたからねそれ考えたらさ、ヤギマヤのワームより1マナ少ないのに多分ね3高いてなんやねんなってなるし、なんやったら格闘もできてると柔軟ですよねっていう感じで、このこいつはやるカードじゃないかなと思ってます。僕のこの基本セット2021押しのカードは茨の騎兵なんですけど、あとはねおっさんエレメントですね。おっさんエレメントはまあこれもね言うたらエレメンタルデッキなんですけど、茂み歩きとこのね発言する浅瀬エレメンタルでちゃんとシナジーがあって、まあ探検で掘ってね浅瀬でやってって感じで、こう土地をとにかく絶え間なく置いてって、で茨の騎兵もエレメンタルがトリガーして、でヤロクがいるとね、この辺もトリガーがバンバン増えると、ヤロクがいる状態で茂み歩き追って探検すると探検が倍になって、茂み歩きの誘発も倍になる。これすごいですよね茂みは倍になるね、探検が倍になるから、とりあえず茂みの回復が普通の倍になるから、翡翠光のレインジャーで探検2回して4掘りして茂み歩きで12点回復でしょ。これ気持ちいいですね。
っていうので戦慄臭の敷き入れて、だからさっきのデッキの、主な入れてない場って感じかな。戦慄臭の敷きをより重視してムルドローサもエレメンタルが一応入れてみるかって感じで、いざとなったらねムルドローサ出してなんか生き延びたらヤッフーって感じですよね。戦慄臭の敷きが使えへんライフカツカツの時とか代わりにムルドロでアドバンテージ取って、ね、使いたいながらの裏切りの工作員おっさんですね、通称ね。おっさんね、えぐいんよね。おっさんを使うデッキもちょっと開発していきたいんですけど、まあこれをまあそのマナがどんどん伸びていくから力出ししてもいいし、戦慄臭の式で釣ってもいいし、だから探検でね墓地に置いちゃってもいいし、後から引いても強いし、タミオで拾ってもよしみたいな、いろんな系で墓地落ちてもよしっていう、こう理論上最強的な感じでね理論上最強は大事ですよ、ね、ちょっと試したいのがこの林間の癒しをちょっと試したいなと思って、これね多分強いよねこのカード。赤タン相手結構当たるからランク戦やってたら、これ3点ゲインでエレメンタルやから使いやすいやろうなとか思って、ちょっとやってみたいなと思って、まあ、4は多いかもしれんけど、サイドボードも極力シンプルで組んでみましたわっていう感じで各種取りを揃えてますけど、どれから行こうかな、どれから行こう。リクエストがあったら最初にコメントしてくれた人の参照させてもらいますよ。ゴロス、ヤロク、ハイドラ、オムラスって感じかな。ハイドラ、ハイドラ、ハイドラ人気やな。じゃあハイドラで行くか。じゃあハイドラ行ってみましょう。多分弱いんよねいやもう予防線張ってのやってられへんかな。ハイドラ弱いですよ、まあ、弱いけど、まあ、楽しいとは思う。ハイドラが出るときはね、キャプテンアメリカのようにこう身元でそっとヘイルハイドラって支えてくださいね、みんなね。何の話、エンドゲーム見てるの分からへん。これね、マナーは出るんやけど、土地もいっぱいあるんやけど、この、ね、ゴールっていうか、そのなんか目指してるものがないハンド、ちょっとキープできへんから、このマリガン。目指してるものがあるんで、キープしますか。これさ、このマリガン後に土地がこっちに来んの、めっちゃちょっと焦るときあるから、土地の並びとかがなんか、逆になって、あれ、俺、ギルランあるからキープしたのにないとか一瞬思ってもらうときあるよね。あのモンデッキとか使ってるとややこしいから、これ逆にするのやめてと思う。いきなり何やろ、めちゃめちゃ喋りながらやってて、全く今あの自分でも意味不明やって、なんでランワール何って思った、今なんでこれ出さんかったのと思ったむっちゃ適当にやってたな今。もう日差行くでしょ。まあ、結果 OK よ。結果このマイナーになんか打たしたと思っていこう。まあ、僕のプレイングのミスはもうただ単にあのね、まあ、アホなだけやから、なんでとか言われるとちょっと困る部分があるんで気をつけていただきたいですね何の話やねんってな。出ましたねガーゴス、いきなり名前がいいよね、ガーゴスって発音違うんやろうけどさガーゴスではないんやろうけど、インパクトあるよね。6マナ8マナ警戒ってすごいよね、なかなか。いや、いまだ現役のね、いまだ現役のとんでもない野郎ですけどくっそマイルドに表現しちゃった
土地3枚からガーゴス出るのすごいね。これも4浮くんやね。え、1、2、3、4、5、6、だから X8 いけんの、すごいな、バリ強ない。ガーゴスマジ神やん。ガーゴスはたたえようや。すごいよね、コストの安くなり具合がほんまにギャグ漫画みたいになってもんな。でも、もう地獄やん、ほんでいきなり。いや、ニッサ生きてるからまだよかったな。一切来てからもうこれランド全部出して、チャラですわ、マジで全部出るからね。あ、まあ、ヒンターランドハーバーとか残るけど、忘れてるもん、あと1個、12枚、なんちゅうブースト。もう ガーゴスからハイドラ祭りでしょこれ。いや、もう気分的には勝ったよね。同一ターンにガーゴスと X8 のハイドラは、ハイドロイドはすごいよ。あ、そんなギリシャ神話そんなあるんですね。ギリシャ神話は知らんな。墓地全然やな。相手全くカードプレイしてなかったのか。もうこれ次のターンからもうガーゴスでバチボコでしょこれ。ガーゴス、なんか俺もうプレンズウォーカーもどつけたら面白かったねな。プレンズウォーカーと格闘を行えたら面白かったねな。ドーンとか言ってパワーないやんお前とか言って、ゴスさんパクられたやん。ビビアン取られたの地味だるいな。ってかニッサンも取られたのか、負けでしょ。何バキ1話リメイクってそんなんされたん、全然知らんわ。最近バキも全く追ってなかったから、なんなん今更相撲協会でやんのってなって全く興味なかったから。ギリシャ神話ってさ、ほんまなんか誰々と誰々の子供多すぎへん、あのねえ。親子やんみたいなのとかめっちゃあるやん。何とは言いませんけどね、言うて持ってるけど。あれがなんか嫌で、なんか個人的にあれがなんかすげえしんどってなるから。これどういこうかな。なんぼいけんの ?X9 いけんのか、 10もいける。すげえな、アホやんこんなん。もう他の入ら、クリーチャーがターゲットになるたびなんや。クリーチャーターゲットになるたび
ガーゴスが何かと格闘する。もうガーゴスどかすか。アリーナが繋がらない。あ、そうな。僕なんか全然問題なく動いてるから、なんかね、クライアントの問題とかなんかあるんかな、分からんけど。あれ、相手格闘した？あ、呪文の対象か、能力じゃないんか。最近このさ、もう昔のおっさんやから、呪文や能力の対象になるたびのイメージが強すぎて、能力の対象になっても死なんのかいってのめっちゃない？あれ、なんだっけ、船乗りとかさ船乗り能力の対象になっても死なんのかいとか結構ビビんねんけど。くちゃくちゃにされてるやんこれ。あまりも呪文だけなんよね、あれターゲットになってっていうの。最近なんかああいうその呪文の対象になった時に死ぬみたいな、死ぬとかなんかあるっていうのがおるけど、あんまり能力の対象になった時にならへんねやと思って。これ負けでしょ、もう次行こうか、さっさと。往生際悪いな、よくない。あ、そうな、回線じゃあもちろん悪くなったらごめんやで。悪だって中止とかめっちゃ寒いけど夏の冬場いいでしょ。まず太陽ドレイド弱いかな。この辺バイオと、まあ、力戦1個やらしてないか。ケラトプス入れるかどうかな、ちょっと悩むな。あ、多分タッパーでしな、それは多分あるかもね。うん、思んないなっていうのがあるんでしょうね、多分ね。ケラトプ君を日サが多分死にやすいと思うよね。サイド5、それでもまあ3枚は欲しいか。こんな感じっていうか、大戦ってタイフォディアスか、このスターサイフォディアスやったっけ、スターウォーズのやつは。タイフォじゃないよな、ちょっとそれっぽい名前なだけか。サイフォやんね、タイフォディアスやったっけ、それっぽいだけ。サイフォディアスやな、それっぽいだけかいなんかはしゃいでもことやん、めっちゃ損した気分で。やんばマスターサイフォディアスやんな、なんかはしゃいでもっただけやん。なんかゴール、ガーゴスというゴールがあるからいいですね、この手札は。一旦目にこれ必要なことはないやろ。ダメからドゥルスなんかって思うでしょね。ここで構えるっていうのはちょっとありかな、ちょっとな、どうかな。
まあ、マナクリおろし、マナクリから行くか。もう思考消去打たれすぎて思んないからな。これも読んでいいかな。もう打ってくんねんこいつら。なんでこの 100% 2ターン目打ってくんのよってぐらいね。打ってくんのよね。もうなんかね、このカードも飽きたよな。ロート落ちしてくれんかな、これだけ一緒にと思う。自分で使ったらね、こんなんもう全然ゲームの後半引いてなんやねんってなんねんけど。不思議なもんですよね。そういうのはね、まあうんたらの法則とか言うんでしょうけど、まあまあ金払ってるけどな俺も。まあまあ金払ってるよって。元からこの呪言のエフェクト持ってる人には乗らへんねや。これ今さら呪言やから青と黒限定とかいらんやろみたいな。持ってはいるんやけどね。黒カラーの呪言バリでかく書いてるのに青カラーの呪言めっちゃちっちゃいねんけど、これなんなんやろ。ちょっと面白いや。じゃあ X 読んでいきますか。まあラスボ食らってもいいですよって感じだね。まあこれもはしゃがず攻めましょうやな。0点0点ってあーガーゴス無限、なるほどね、そういうことか。確かにそれわけわからんすもんね。昔なあの3マナ34で呪文や能力を対象になったら死ぬ傭兵とか使ってたもんな。卑屈な脱走者やったっけ。むっさ弱かってんけどあれ。傭兵できるあれぐらいしか選択肢ないから、もうしゃあない言うて入れてね、出してこう言うて相手に怨恨とか言われて。腹立つ死に方だそれ。ノーリスク、ノーリスク独り死にやんとか。おい、なんかあるんでしょうね、さすがに。さっきプレイした分かったんかな。フルパワーでいくか。5フルパワー、この雑さいいね。7マナ10、11トランプル、どうすればいいんでしょう。ちょっと難しいですね。僕に言われてもちょっと難しいんで、一回まあどうなんやろうな、一回クライアントをアンインストールしてインストールし直すとかとか。そう、結局繋がらへんのはもうね、そのキャッシュとかの問題じゃないっていう風に考えると、無理して繋げるぐらいやったら今はちょっとまあね、しゃあないからこの配信見ながら時間潰して違うゲームやるとか、なんかそういう方向がいいかもしれないですね、精神衛生的に。なんでできへんねん、しんどいわってなるのは大変だと思うんで。お相撲
あ、まあビビアンでフラッシュは確かに強そう。結局なんかこいつらおるからもう出しても一回も殴れへんっていう感じやね。ほんまに害悪やねこいつら。きっぱり言い切っとるわ。害悪の機械巨人やで。あいつより害悪よ。こいつとかもうミラージュからやってきた老害みたいなもんでしょ。キャラクターとしてはね愛されてるんだけどね、カードはすげえヘイト買ってる部分もあるんですけど、まあなんか強いカードにね怒りが集まるのはしょうがないよね。ジェイスとかもすごかったもんな。ジェイス石勝時代とかすごかったから、まあ、その憎まれ役というものはマジックにはねもうゲームの世界に必要だと思うのでやむなしって感じよ。最近ね、あのイラッとしてもこいつが慰めてくれるからね。 100% 無理やん、こんなんもん。クリーチャーで戦うって全然おらんくない？ちょっと最近思うねんけど、グルールみたいなときっとおらんくなったよね。相変わらず全環境からほぼ変わってない。あのエスパーめっちゃみんなだけはね、ほんま、まあ、ほんま新しい関係始まってるとか思うよね。そういう相手にはねオムラスは結構ボンボンにできるんですけど、まあもう一回ちょっと入られてみるか。あ、確かに恐竜デッキ、 MO では恐竜デッキ結構多いんでしょ。BO1 はまあ別ゲーでしょ。一言言わせてくれ、 BO1 は別ゲーやって。だから白タンとか確かにね環境の初期とかおったら結構強いから、なんか BO3 とか出てきてもおかしくないのにね。やっぱエスパーに勝てへんのかな。これキープでしょ、これちょっと夢あるって。初めて2個出した。無料マスタリーってあれ？レベルアップのやつかな？あのブロートバックとかのやつやったらもう気をつけましたわ。なんかね、ブロートバックっていう風にね、あのストアで入力するとマスタリーのレベルが2個上がるとかやって。青緑系ね、これはもう力の勝負持っていけんじゃん。1,2,3,4,5 マナ、微妙やな。マナクリちゃん持ってくるのがベスト。5マナの6マナ出たらまあそうそう。ハイドロイドさすがもったいないよな。X イコールマナクリか。自分のデッキやけど特に何入ってたかちょっと覚えてないな。3マナのクリーチャーとか入ってないよね。マナクリと入ってないよねとか聞いてもみんな分からんっちゅうねんな。入ってないね。2マナと2マナの次6マナやから、ちょっとおもろいなそのマナカードも。猫の色ちゃんとできましたかとね。これは嬉しいぞ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,X7 すげえな。3ターン目にこれはすごい。やんちゃやん。楽しくなってまいりましたよ。いいですよ。
ノイネ君いつの間にかおるやん今気づいたノイネ君コードありがとうあれなんでコードばらまいてんの君。なんかね、ビックスはノイネ君ね、昨日からプレイでもらえるやつかな、あれなんか6パックもらえるコードばらまいてんのよね、ツイッターで。炊き出しがいたとかやってきて、でもそんなのもらうっちゅうね6パックもうたわ。相手はあれか、シミックパクリマクリスティデッキね。割と余裕はあるっちゃあるから、どっこいしてマラクリ出す方向でいってもいいけどな。でもライフ詰めるか、ライフ詰めようか。 X5?いらないからやるわ。すごいな。すごいな。広島は鉄血の国やな。豪傑がおるな。まあアリーナやってない人とかもおるんかな。やっぱり。言うてもみんながやってるわけじゃないっていう。はい。トップじゃあ。お互いのニッサの弾き合いになるんちゃうこれ。破滅の瞬間これいらん感じしてきたな。ガーゴス持ってきたら強いかなと思ったけど、逆にガーゴスしか持ってくるもんないもんな。どうしようかな。間に合わなかったですいやもうね、配球並びとくよ。この辺ちょっと抜いたらあかんよね、勝負カードは。ちょっと力戦がパワーを使い切ったと判断して1個抜くのはありかもしれん。でも全然こういうデッキのサイドになるとか分からん。これでいってみようか。ケラトプスパクられへんから、確かにケラトプスでもいいんかな。パクられるようなものだったらケラトプスの方がいいっていう判断は確かに。おいおい、力戦パワーこいつら裏切っちゃいないやん。これガイア戦のバキの気持ちやで、ね、これいやもうあれこれたまらん乗ってきたで俺いやほんま似た飯交渉権からの怒りですよねこれね。レイジアゲンストザマシンやで、スリープラウインザファイヤーよこんな1個減らして2個くらたまらんなフいやこれね、インターネットに袖つなぎとくですねこれね。袖にコネクターついてる服着るのが一番ですよMTG なんかと思ったらね、だから袖からね、こうコネクターね、ついてる服が一番やな、境に。とかこれだってガーゴスだし、その次ハイドロイドでも GG でしょ。相手も3ターンニッサやから、こっちに文句は言われへんで。相手の動きもめっぽう強いもんやからね、こんな。ガーボスマジセクシーマザーやって、もう性別わからんけど。友達んち行っておかんガーボスみたいな感じやったらもうなんかときめくよな。お前のおかん元モデルかみたいな。何の話してんねん。
ハイドライトこれ何本いけんの？これ4ヘビでしょ？ 1,2 え？こいつ5マナ出んの？え、じゃあ4マナか。 1,2,3,4,10 マナクイだけで10でしょ？え？ 11?15 いけんの？やばない？おかんがアゴすなってなんで女すげえなハイドロイド X15 とか初めてやったでさすがに未体験の勝利機でしょこれ。震えるわなこんな戦術とかもいらんな。これやでほんまやりたかったのは私が。もうガーゴスも役目終えたのもんですからね。もう力戦わらんかったんこれ。ヌーブちゃう？とかってね日産のマナも増えるはずっすよこれ。うん増えるはずよ。いや全然残念力戦じゃないよ。北条力戦はねスタンダードむちゃむちゃいいカードよ。冷静にさぶん殴るか。え、これどうなんのこのターン。このターン何が起きちゃうわけこれは。え、ニッサ出るやろ。すげえなこのパーマネントの消費の少なさで。これで起こして、え、こいつから、1,2,3 マナ出る。ガーゴスおるから、ちょっと待って待って、すごいでほんまに。3で出しランド全部食ったろ。で、格闘あせやな。んで全部は食われへんかい。これも一瞬あれの大食いかと思った。次のやつバリデカしようか。次のやつ何本いけるこれ。1,2,3,4,5,6え、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10?10 やから8の12か。これ何これ。こういってどうしようかなこれ。ニッサ完全潰してまうっていうのもありはありよね。ガゴステおるからこれでいいわ。これでも相手土地引かんかった。これあれ1マナも出えへんのか。あでも土地あんのか。土地あるか一応。イエーイ強かった。分回りやん。
でも今日の撮れたかこれでもう出し切ったやろ。もうこれいいでしょ今日。すげえことだったな。いやダブル力戦はやっぱちょっとみんな味わってほしいですね。ダブル力戦ラノワールっていう究極の動き。貝原雄山もね押してますよあれは。まあちょっとパンチにはかけるけど、でもまあ3ターン目にさランドヒーター確定かな。キープして終焉かな。赤タンとかってちょっとどうやろうな、鎖回しだけ言えないねんけど、次のターン土地引いたら2歳33連打しとけば屈するのではっていうこう期待が。いらんやつやん。いやこれしゃあないな、もうワンマリしてるからもう鎖回しちゃったら負けでもうやむなし。やめて。いやこれじらして鎖回し一番あかんで、ほんま出せず刺さず出して持ってそうやな。あ、よかった。今十分強いんですけどね。これ次のターン？え、1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4で。出して土地アンタップで力戦奥まで行くか。あえて鎖回しここにおるやん、怖っ。アンタップせんでも置けんのか。濃いターンになりましたけどね。まあ、これで鎖回しされてこいつら死んでも次6マナ出るから、6マナ以上出るから、6マナとかちゃうよね。こいつからまず4マナ出るし、じゃ4マナやんね。まあ、ガーゴス出たらさすがにタフレス7やから相当保たれるのではないだろうか。これじゃあ次ハイドラとか、ハイドラ何かしら引いたらガーゴス出しながらハイドラが全然できるかなっていう。いやこれあれか、こいつやからマナ出て普通に殺される可能性あるか。そこミスったかもね。ガーゴスよかったか。そこ間違えたの？こう、なんか久しぶりにこいつ見たから、なんかすげえ、マナ出るの忘れとったわ。普通にミスった説。あ、でもガゴス出るやん。うぃー。ご都合トップでクソでかいやで。いや、もうなんとかなる、なんとかなる。
あんまね考えすぎてマジックやったらね恨めた時しんどいから頭空っぽの方が夢つながるんですよ。ハンドランとか久々に見たな、この構築で一瞬だけこれ使う時あったりしてんけどねどんだけやねん。なんかアゴスパンチか、警戒やしな。さすがに8点もらわれへんって判断。なんか猫も入っとったしね、相手普通の赤たんじゃないかもしれんな。なんかエレメンタル系の、まあでも舞台照らしとか入ってるからな、なんとも言われへんね。こんなにいらんちゅうねんな貴族出てきてどんだけ並ぶねんっていう。ハイドロイド引こう。もう手札ないんかな、特になんも。いやーちゃうっていけるよな。どういう状況やねんマジで。まあ猫でチャンプブロックちゃう多分か、急転テイクか。何のゲームなんマジでこれね8でプライチ乗るの結構バカにできへんからね。トカちゃんはあれか、軽く打てばちょうどパワー上がってくるやつね。 M14 やったっけこれ入ってた。 M13 か、13のこれドラフト結構強かった記憶あるな。13やな。あ、もう倒しに来る。え、何3体ブロック。あ、マナ出してなんかすんのか。何もせんのかい。何今の時間切れ。何やのいや、もう世の中ラッキーってありますねこれね。トカ祭りやん、トカ式やん。トカ式やんに関してはもうクソ適当やったな。他もどついていくか。死ぬぞお前っていう。これ軽く、3点火力フェイスに打たれたら残り12になって死ぬ。こいつはパワー3上がんのか。なんかめっちゃ怖いの。え、ちょっと待ってショックは落ちてるよな。ショックで顔打たれて13になってパワー、いや死ぬか、ショックで死ぬんか。え、死なへんわ。12ギリ生きてる。1生きてる。きっつ
いやさっきの俺コンボ何やってんの、時間切れ、マインドすれば使ったけど、03交換したの、03交換いやハイドロイド俺だ来てくれやで、これ相手もこれ変なことしたら死ぬから、あ殴ってそれ打つプランか、それで軽く探して軽くあったら勝ちってこと、な何してんの何そんな激しく動き続けんねん、あれ絢爛でプレイできへんのじゃあテキストテキストテキスト、絢爛は墓地におる状態だった、トリガーせえへんのか、ミスったアイで押せ終わったよな、なるほどね、殴ってから絢爛して軽く得て次のターン絶対に決めるみたいな感じで来るのかなと思ったけど、まあ、次のターン絶対に決めないったらそもそも別にあれか、墓地に軽くあるからそんなせんでもよかったのか、ノーコストで打てるの強すぎるでしょそれな何の話ですかそれってなるノーコストで打てへんやろ、全然アカのこと考えてなかったんけど大丈夫かな入れるもん全くないねんけど、まあもうヘイルハイドラですよね、もうさっきみたいなことになったら勝てるってことで、そっか、3払わな絶対無理ってことか、殴ってあれってその場でプレイしなあかんのか、エンドまでプレイできるわけじゃないんやね、その場でプレイで3マナないですよっていうふうに言われて払えへんくてシュンって消えて投了したよね、そういうことか、まあ、まあラッキーもね実力のうちなんで、ガーゴスの圧ですねいやもうガゴスさんですよ、だいぶ危なかったけどな、あれベスト何やったんやろな、ショックフェイスで残りライフ13にして2匹トリガーして8点削って残り5にして、ガーゴス1体チャンプ回す、ガーゴスにとかを1体チャンプ回して次のターン、結局トップか、それも難しいね、とか3体立たして11だけで殴るとかでもいいかもしれんけど、あーテフェリーでもわかんねえや、キッズそれやっぱあいつは外役だわまあそう、一回経験しないとね、分からんからね、マジックはね。一度した過ちをね、何度もしなかったらいいんですよ。二度ぐらいはするかもしれんけど、二度した過ちを三度しなければいいと。僕もしょっちゅうするから、同じこと。テフェリーいるときに、チャンドラのマイナス能力を使わないっていうのはみんな勉強になりましたね、今回これ。あとコメントからね、得れる学びは無限大ですから。今回これやばそうね、あーもう無理もう無理あなたのこと全く考えてなかった、もう無理でしょう、マクロカード入ってないしな、ちょっと見せじまいしようこれ、もう無理や、ほんまに無理諦めた方がいい、さっきあんなラッキーで買ってるからそれぐらいのね、
死にかさりあんまり入れてもダメージ低いからこれでいいか。切り替えが大事ですよね。男は切り替えですよ。女も切り替え、人間気で人類切り替えですね。よし、これ力戦があったこれ言ってたな。力戦ないからね。力戦がさすがにこういう時はもうランドに参るときついよね。トップにおねだりしすぎ、ショック1枚で終わるもんな。逆に言ったらショックでしか終わらへん。行ったのか。ショック持ってるんですけどね、こういう時相手ね。お、渋いの入ってんな、焦がし吐き。エレメンタル寄せやね、やっぱ。まあ1マナ2点クロックやもんね、そこそこ。これはロード入ってんのかな、ロードっていうかあの4マナチャンドラも入ってそうやな、この構成やったら相手。相手もラウンド詰まってるやん、これ大チャンスじゃんこれ。大チャンス打線大チャンス打線じゃんこれ。ドルイドからいきますか。次のターンの見返りがでけえんじゃ。何の戦いやねんこれマジで。みんな大チャンス出せ好きやん。大チャンス出せ古いよなあれ。いつ大ちゃんが監督してた。タイロン・ウッズがおった時やろ。タイロン・ウッズがおって、まあ、すぐ中日行きましたけど、タイロン・ウッズのスイングスピードとね、なんかあのスイングスピード計測器タイロン・ウッズがボーンやってハイヤーってなった時に、なんかウッズが大ちゃんにちょっと大ちゃんもやりやみたいな感じでこうバットを渡して、でいや俺バットいらんでとか言って、大ちゃん帽子脱いであのツルツルの頭そのバットの計測のとこ頭ヒューって通したらあの速度速すぎて計測不能って出てきてクソ笑ったけど計測不能とかって監督タイロンウッズ越えとか言って、謎のスポーツニュース謎のコーナーできてて、なんやねんこれとか言って何とか思って気になるやんと思って見たらクッソアホな企画でした。そういうの大好きですけどね。3マナでんの？ヤルオ全盛期の頃、さすがに草、そんな古いか。いやまだ DNA になる前やもんね。横浜ベイスターズって名前だけやった時でしょ。ベイスターズでも DNA になってよかったね。
最初は結構なんか反発してる人たちおったんでしょ。よかったねほんまに。ちょっと強なったしな。くっそ苦しい。ランド来ても変わらないのこれ。ハイドロイドプレイできるのマジきついな。2で置いて4号にするか。お、賛同してくれる？お前がそう言うなら、この MTG に関して一番信じる存在からな。力戦置くのもね、確かにね、暴れる君もありやけどな。全力で焼くっていうプレイングに相手シフトしちゃうから怖いんよね、それで。ああ、枝葉族行く。枝葉族はいいマナクリアわ。相手殴っってこうへんってことは、猫出して殴ってこうへんってことは軽くないってことじゃないの。あったら殴ってくるよね。猫出すよりそっち優先するよな。猫出すことに何か意味があるってこと。チャンドラをプレイしてくる可能性、うん、まあまあチャンドラプレイからの、土地引いてドルイドを立てた状態で力戦を受けるとかがベスティーって感じがするけど、あ、舞台照らししてくんねんな。全然なんかクリックしても反応せないけどな、これ。ブロックさせーって。ここやったら絢爛コストで払えるのかな。払えへんのかよ結局。結局あかんのかい、なんやねん、陣内みたいになってたやん。やっぱりフラッシュバックと同じ扱いから無理ない。あかんのかい。おもろいってもうさっきから。ちゃんと削りに行ったろ。削りに行ったらこいつとの交換美味しくない。トランプ通らんか。まあこいつとも、もう両面で殴って、焦がし焼き食うて回復して、まあこいつは死ぬけど、チャンドラ倒せたらええわ。なんであかんのやろね、さっきから。え、墓地から点数で見たマナコストが3以下でインスタントが操作であるカード1枚出しようとする、あなたはそれを唱えてもよい。このターン、まあでも確かに唱えてもよいから、それのマナコストを知らんことで唱えるとか、そういうなんか特別な指示はないから、絢爛達成してんじゃないの。墓地おったらトリガーせえへんのかな。確定だとテキスト説
ガーゴスカー行きますか。バグなんかな、なんなんやろうね。ゲーゴスよ、ゲーゴスからイーロイド。とりあえず4安なるでしょ。で、え、今2出る ?1,2,3,4,5,6 X8 土地悲観というね。すごいね、これ土地悲観かね、君。エグゼイー、まあ、毎ターン88ずいぶんからね、こっからね。エグゼイー、なんと、なんとかなったな。まあ、相手が思った動きができてないっていうのをラッキーに見舞われてるけど。でもガーゴスの圧よ。こういうのが買ってきたやん。他のデッキも使おうかなと思ってたけど、行くぞこのまま。最近全く連勝できてなくてさ、一勝いっぱい繰り返して、ゴールドランク TR4 から全く前に進まれへんねんけど、うーん勝ち、うーん負け、うーん勝ち、うーん負けっていうのを。力戦はあるんやけど、はあのね、ランドがないという。引くようなキープじゃ死ぬからな。ここはもう男岩田にくっそ冷静での前見感を。よしよし、いいんじゃないですか。ビューティフルピープルちゃうこれ。職員？Why 職員？スペアピアス？見栄えそこない？This フィギュア？え、もう打ってきそうな気してん、もう。もうええて。露骨に不快感出しちゃったるわ。もうええねん、思考消去2ターン目。ロンドンマリガンはまあ結局マリガンいっぱいするから、なんかロンドンになろうがなんだろうがみたいなところありますね、正直個人的には。これガーゴスはさすがに出えへん。1,2,3,4,5,6,7,8,7出るか。いやもうね、送信構えて死ねって感じですよね。バッドイービルで死ねないけどな。いやほんまにそれ、あの結局僕ランド引かなくてマリガンしまくるから結局手札減るっていうね。だってあのむずくなってるだけみたいな時もあるよ。しゃあないんやけどね、それはね。でもまあ、うん、純粋に減るよりはまあいいかなとは思う。うん、スタンダードだけで考えるとね。他のフォーマットちょっとやらないですか、分からんけど、最近もうめっきりやらんくなったから他のフォーマット。
チャンブロ、まあ、ガーゴスの唯一あれのところはトランプラないことですけどね、まあ、望みすぎってのもいいよ。なんロンドンマリガンどうですかって聞かれても結構ね、個人的に個人差デッキ差とかめっちゃあるから、ちょっと実体験して自分で考えようっていうか、その何なんやろね、こんなこと言っても身も蓋もないかもしれんけど、俺の意見聞いても別に何も覆らないと思うんで、慣れていきましょう。自分のデッキでロンドンマリガンするときに何のカードを初手に残すべきかっていうのをすごくこう意識してプレイするようになればいいんじゃないかな。なんかね、僕と か, なんか他のプレイヤーの意見とか聞いても多分しゃあないと思うんで、いやロンドンマリガン俺全然嫌ですねとか言っても、嫌なんか、じゃあね、ロンドンマリガン反対のデモンドで起こすかとかならんからね。そんなことは起きませんからね。ちょっとずつ削っていこう。ガーゴスが生きてるうちに削っていく。とにかく自分のデッキが反動をね、その最初の方のターンに絶対いるものと、そのいる土地の枚数とかをすごくこう練習する必要があるんじゃないですかね、勝ちたい人は。いやまあ難しくはなってる、難しくか腕が出るようになりましたね、前よりも、うん、前よりも腕が出るから、強い人はもうそのまま強くなってるんじゃないかな、もともとセンスがある人は。あ、もう格闘か、うっさいボケボラー言うて。で戻される、こんばんは。オーメイゲッティーン。あえてハンド5枚もあんもんな、こちらの色やからね。こういうデッキでちょっともう無力っすね。いやもう無理でしょ。この分かりやすさで、ニッサ悲観なマジで。マジで悲観やニッサ。力戦これ相手サイドアウトした方がいいね。ビビアンも多分ね、プライチ乗せるとか必要ないと思うよな。まあ、軽蔑的な一撃そんないらんかな。ボーラスだけっちゃだけやもんな。この辺ちょっと減らしたくないんやけどね、やっぱ攻めるカードやから。あ、となるとマナクリラノワールとパワーゼロくんかな。ハイドロイド、まあ確かにね、ハイドロイド引くまでやってもいいんやけどね、粘って負けたら精神衛生上、あともうちょっとこれ配信しなあかんでしょ、あと1時間半、1時間ちょっとぐらいやらなあかんから。頑張った上で負けたくないっていう、これねずるい考えなんですよ。一人やってたら多分もうちょっとやってると思う。エネルギー使い出して負けた時、うわしんどー、もうあと、あともうサイドはあるやんっていうのが、一人やってたら出してもええねんけど。BM の配信それ出しすぎるとね、ちょっとね、後半露骨に質落ちたらちょっとよろしないから、大人ですよ、俺も。
これ大人と読んでいいのかどうか分からんけどね。もう思考商業出た時で十分不快感出してるから あかんねんけど、ほんまは。ネゲートがねあったらニッサ微妙で、送信があったらケラトプス微妙なんですよね。まあ、ケラトプスからいってみるか。塾あるなこれ普通に、まあ、両方持ってるとかもありうるんだけどね。あそこ逆に肉技場で1、2交換とか取られんからちょっと安心ちゃうし、まあしょう。ここでどっち引きたかったんすけどね。ルアシュレインやねこれ。こんばんは。今日はねハイドラデッキです。シミックルランプというのは相手のパーマレットパクるデッキではないですね。もう男らしく黙ってハイドラで勝負するデッキですね。ガーゴスデッキですよ。ガーゴスシミックガーゴスですね。ガーゴスって言いたいだけですね。まあまあこれ壊されても、そらそらそら、発音が大事ですかね。ガーゴスよ、ガーゴスじゃないですか、ガーゴス。よし、3本目、3本目。まあ力戦でぶっ通して速度勝負する相手ちゃうからな。ここまでいいか。まあ、後手やからラノワールの方を優先してもいいかも。枝葉より行ってみよう。ガーゴスは警戒がいいね。うん、87警戒のこの安心感。父親にこうねおんぶされて、寝つけんかったよりおんぶされてる日のことを思い出すような感じですね。34年前の話ですね。34年前の記憶がこうありありと蘇ってきますね。嘘は休み休み言えってなりますねこれね。これ猫の色固定したいねんけどな。もう一生グリーンでええねんけど。これゾウのペットのアイコン出へんかな。ゾウが出てきたらピンク色になったらもう歌い散らかすんだけど、トゥディーン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 、ピンクの層は来んないけどね。あっさり買うでしょう。まあね、こびていくという意味合いでもこびへんよ俺は。自分で言ったこと自分で即否定するのやめようやってなるな。もうこれほんまね最低のカードですからね。うん、最高よこんなカード作ったやつマジで。ほんまにもういかに僕はこのカード毛嫌いしてるかってことですよね。
思考消去、これの流れほんまね、原白ぐらい嫌いから。黒という色は好きやねんけどね。Hey guys。 人のカード使って勝とうとするなってっていつもなるよ。とか言いながらね、あれは好きなんだけど、裏切りの工作員は好きなんだけどね。やっぱり引こうとしてるものを取られるっていうのがこう人間マジックプレイヤー生理的にこう受け付けへんとこあるよな。未来を奪われるっていうのはやっぱね、こう生物としての本能にこうね、本能を逆なでしてくるようなところがあるんじゃないかなと。これ何の話ですかこれね、わかりませんけど思いますわ。あ、怠け者ね、怠け者まだ出えへんからね、あいつ自身ね。そう、力戦と相性悪いから。エアボリアルグレーザーかなんかでしょ、草食動物くんね。到達は確かにね、こいつ止めれるんやけど、こいつなんか全然ミンクなってるのに今日やたら当たる気がするな、正気ドロップデッキ。もうすっかりエスパーからもね、お払い箱になったのにね、なんかやたらみんな、まあ、取ってくるもんがしょぼいから許したるって感じ、まあ、許しはしない、許しはしないが、ガーゴス出すのは次のターンやな、さすがに我慢でしょ。脳磁気願望ぐらいがちょうどいい判定しちゃうかなと思うけどな、個人的に。あれイラストの迫真具合もね、バタリアンって感じがしてね、もう撮ってるもんはほんまマナクリ絶妙しょぼいからええねんけど、ガーゴ外されてるやん。日産駅から行くか。んで、こっちのお得か。打ち消さなくなるよね。逆転いくで、これで。一点攻勢仕掛けたいですね。さあ、まだプレイできるのかな。これネゲートパクられてるのかな、ここスペルピアス2連発か。払えるから払えますか。おんのかい。
か2歳生き延びたらちょっとだいぶ楽よ。これちょっと待ってよ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,11まで出るのか。な何匹くんねんこいつっていう。でアンタップして、速攻つけてどついてからガーゴス出しながら構えれるね。強い動き11点。ゲーグス乗ってきた乗ってきた。何が言いたくいですね。あ、かわいいなお前。勝ってる時に泣くなんていい子だな。おお、危ない、こら、イグン危ない危ない危ない。激しいの来た、イグン危ない危ない危ない。イエス。イェイ。トリケラのスタイルはね、あのマスタリーでもらえるやつだよね。3連勝、ちょっと乗ってきたわ。でね、マスタリーツリーで。僕はあのこのオムナスを目指してるんで、今緑の方から上がってってるんですけど、今3個オーブ消費してここまで、ここにね、あのケラトプスのスタイルがあって、次このこうした固執取るとケシスとオムナスにアクセスできるようになって、村さんのタイトルそんなにいらんかなとか思って、まあ、ケシスとかなんかデッキ作るかもしれんから面白そうやねんけど、とりあえずオムナス取って、この反復する反響は特にいらんねんけど、この向こう側にカーリアがいるから、カーリア確か4枚も引いてた気がするから、カーリアできたら組めたら面白いかななんて。カーリアからさらにトントンと行くとヤロクがおるから、ヤロクは欲しいよね。ヤロクはヤロク、オムナス、エレメンタル関係はちょっと欲しいですね。カイカとかもね、ちょっとね面白いカードやけど、使い方がちょっとまだなんとも。というわけでね、みんなマスタリーやってる人はこのマスタリーオーブで好きなカードのスタイルをどんどん作ってみましょう。ちょっとお手洗い行ってきますわ。I'm back, man. まあ僕は緑側から行くでしょう。うん。緑結構いいカード多かったからね。ね、あのさっきのあの枝葉族とトロールとって感じやから、枝葉族トロールケラトプスやったら、まあ緑って使うカードやからちょうどええなとか思いながら、
さあこのまま、ハイドラで進んでもいいけど他のデッキに変えてもいいよ。割とハイドラやること1個やからガーゴソーダス以上やから、まあ、エレメンタル関係とかそのゴロススペシャルとか言ってもいいんですけどね。どう？ゴロス風景の変容、死者の原因やデッキ、まあ、これは丸コピーデッキやから結構もう回してる人を見たりとか自分で試したって人もおって面白くないかもしれないですけどね。ゴロススペシャルか、まあコマンドデッキ、コマンドだとちょっと個人的にさっき組んだこの裏切りの工作員入り野六戦慄種の式デッキがちょっと自信があるというか、まあ形にしたいなっていうデッキかなってことなんですけど、ガロスペしかないゲーセンあんのよね、どっかね。名古屋やったっけあれ、ちょっとおもろいよな。おっさんで行く？おっさんがゴロスかハイドラそのままか。あ、僕は結構なんでもいいし、まあ、ハイドラ温まってる感はあるけどね、デッキが。おっさん派とゴロスさんちょうど割れてるんだよね。あ、でもおっさんみたい、おっさん行こう。ゴロスはもう多分みんな知ってるよ、ネットでもう十分出回ってデッキやから。ゴロスはもうモンデッキにゴロス入って風景の変容でランド7種類7枚以上ある時に風景の変容バーン打って死者の原野と7種類の土地持ってきたらトークンめっちゃ出てくるって。テフェリーでエンドにそれ打つんですけど、結構ね大味というかね、そうそんなに面白くないかなって思う。実は風景の変容打った時だけテンション上がるけど、やってることね、ガーゴスデッキよりもちょっとね、なんていうんかな、悠長というか、でも毎ターン門置いて、死なんかったら、テフェリーから相手のエンドに風景の変容を打てましたみたいなデッキやから、ちょっとね、味わいがないかもね。じゃあ、おっさん行くか。緑のトロールデッキは多分ストンピーデッキですね。ストンピーにトロール入ってるだけのデッキっす。だから、あれや、無効費のフェロックスとかガルドとか入ってる時にトロール入ってる時かな。まあ、ゴロスデッキは結構タップインが多いからそれだけがしんどいかなっていう。キープでしょ。個人的に今のこのね、このセット一番好きなカードこれやから、まあ、ちょっとねえゲーゴスもちょっと上がってきてるけどガーゴス緑力戦も僕の中でかなり評価上がってきたけど、茨の騎兵はねもう見た目もよろしいし強いしで、ね、なんかもう言うことなしですね。スタイル買おうかなとかちょっと思ってるもん。ワイルドシーンあれ作ったよそんな2枚持ってたんやけどね。記事書く人間はいろんなデッキ試さなならんのやで。あ、値段上がってきてんねんや。1500近くまで。昨日600円とかあったのに、そんなかったんや。昨日ちゃんと言ったやろ、600円って安いと思うで、買いゆってちゃんと言っといたからね。買わんかったのにヌーブですね。お、これあれ？吸血鬼ついに来た。初めて見るな、この環境で。なんかブラネルが使っとったけどね。スタックで4点ペイする？
見ているカードって言われてもじゃあ分かるしと思わへん丁寧なのは言えねんけどな見ているカードって最初だからあれ自分しか使ってなかったから相手に見られてんのやと思いながらプレイしてたからなんやねんちゃうんかいってなったキシ青一強はさすがにそれヌーブよ緑でも絶対マナ増えんねんから確定のマナ増えるから絶対強いやん思ってたから使ってみたら案の定強かった墓地に落ちるっていうのがまた強いですよね緑はねいろんなデッキが組めるからもう騎士青一強まあ青も強いけどな青も強いけどあーねもったいないことしてますよもう1500円だったらちょっと逆に買わん方がいいかもしれんけどねしんどこれほんで強っえ俺もう 10? もう10やんキャバリエから入りましてナイスなんですかいらんな土地の方が嬉しかったな、まあ、チャンプしてあ、3ちゃんも上がってんねやへえドローなーライフないからねもうでも俺もう死んでるかチャンプするしかない？チャンプして8点食らうしかないか。あのショックインできへんからそれ負けかな。ミスったかも。ああ負け。くっそー。パンチ重いきなりめちゃめちゃパンチ重いやんライフゲインエレメンタルがっつり入れようかうんオタミとか出してる場合じゃない気がすんなこれこう作品もね、ウィニーデッキからあんまりこうバツッとした効果は得られなさそうやからこんな感じでいってみるか帳入れてもいいけどなそんな構えるゲームならなさそうな気がする分からんけどまあカード買うならビッグマジックでしょね多分ね、今売り切れてても、まあ、休み挟んで、月曜とかには担当は多分ね、売れてるやん、増やしとくか、みたいな感じで増やすと思うんで、欲しいカードあって、今ないなって人は、粘ってみるのがいいかもよ。この、発言する浅瀬からの、この、癒してっていう動きをちょっとね、目指してやっていきたいですね。
相手の動き2ターン目クリーチャーないと気持ちとしては楽ですね。お、出たソリン。え、バリ2も出てきたやん。あぶね。激しいの出てきよったで。回復しながらドローする。はい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 よ。いやまあそらな。畳むなこれは。今のいい動きでした。こっちまあ、4ターン目浅瀬あいつっていう、こう動きでこう土地がババーンって2枚増えるとかそういうことも狙えそうやから、ちょっと試したいカードやなと思ってたんですよね。最初何個バリ弱いやん、タムレス2とか思ってたけど、まあ、3回復して取り返して1回ブロックしてやったらライフまあね6点ぐらい稼ぎながら土地1個増えるんやったらすごいなそれはって。1マナサイクリング3点ゲインみたいな感覚です。まあ3クリーチャーチャンプしたら4点5点ゲインぐらいしてるって考えたら、まあ、いいカードじゃないかなってちょっと思い出してね。もちろん単体で見たらただの1マナ1、2なんで弱いですよ。あれが単体で強いというよりは浅瀬デッキで使うにはいいんじゃないかと。まあ、ヤロクもおるからいざだったら6点ゲインみたいな。早口なってまうわ。これね、後手後手に回るときしんどいですけどね。ここのロード強いわね。倒しとくか。なんか変に挟んでね、もしプロテクションとか言われたら入ってないとは思うけど、そういうカード打たれたら切れてまうから。ここはプラス。まあ、生きてターン帰ってきたら期待値がなかなか、生きてターン帰ってきたらちょっとやんちゃするよ。生きて帰ってきそうな予感。こうやって4失ってたらプラ1の分よね。ソリンはいいプレインズウォーカーやな。なんか絶妙。なかなか土地伸びへんな。さっきから。お、ついに来た。まあ、1、2をチャンプブロックに回してね。確かに M20 厳粛なるな、エレメンタルは。強いよ。まあ上でもいいんじゃないか。破天荒やなマジで。浅瀬の破天荒ぶり。
延々チャンパーですわ。これって3マナやったかな、3マナか、まあ、2だちょっと強すぎるもんな。39点手札にこうやるやんね、バニア出てこない。起動性能だなんか、あ、持ってんのかな除去。とりあえずこっから行ってみる。浅瀬と浅瀬でね、ダブルタイガーバズーカよこれ。出てき方よ、キュイーンってカーブ以外出てきたよ。お互いライフが減らんやつ。まあ上でもいいか、エレメンタルやしな。お、倒せた、やったやった。暴れてるよ。浅瀬はね、土地やったらオープンにして場に出してタップ状態で、土地じゃなかったら手札に加えるっていうのですね。土地じゃなかった時は見せなくていいっていう、一番上のカード見て土地やったらほいって、そうじゃないなら手札。延々とついてくるな。僕が言いたいのは永遠ってやつだよこれ。ハンドなんなんやろ、除去も大して打ってこへんしな。この戦慄州の式へのちょっと準備をね。はい、え、マジバグ強いよな。ちょっと土地置いて、全部墓地でいいんじゃないか。80点。ちょっとソリン倒しに行きましょう。そう、騎士でね、騎兵でライバリーガー増えるから、ライバリーもバー落ちるから、この式でねめちゃめちゃ戻せるんですよね。いいカードよ。ラスコみたいなカード入ってないでしょこの相手。ライフも追いついてもうたかなって。倒しとくか。まあ、ブロックして式で戻した方がライフの損失は抑えれるよね。
グッバイベイビー。5、じゃあ3、6、9、11、16、21、22、24、25、27、30、32、こんぐらいにしとくか。計算間違ってたら嫌やな。こうやっていけるやろ。おい、まあ、日和らんでよかったな。普通に全部いけてた。スタック24個ラスゴライ相手がもう余裕こいて、ライブラリー壊れるとかって。ライブラリーアウト死なへん俺、大丈夫。あ、拒否できんのか。え、あ、引いてもんか、拒否したら俺ライブラリーアウト死ぬやん俺。ちょっと戻しすぎたらあかんやん。13枚しかない。あと16回取り出してんねんけど。調子乗ったらあかんな。やろくからんってたらもう一撃でライバリー吹っ飛んでるやつやん。あ、でもこれ全部あれか、こいつじゃないんか。いけんちゃう。あと5回、あと4回やったらいけるやろ。あと3回、1枚残る。いける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 。え、あとだってレインジャーとかやんね。あ、よかった、これ完璧やん。ラスト1枚、プランニングの鬼ですよ。天才か、おい。焦った、もう全部あいつかと思ったよ一瞬。何このライフ。プリング天才やんけ。もう何も出さん方がいいよね。めっちゃ楽しいやん、もうフルパワーやで。あっつもしゃかったなこれで。もう何もやることないかな。買い物だけしとくか。せっかくやから3桁いこうぜ。ライフの回復のとバリ気持ちいい。キン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 。ディスカード？でも何でもいいっすよ。キン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 。相手32のライフからこれも一撃で死ぬんじゃん。リアルでやったら正しく処理されへん可能性あるよな。どれが何回誘発しようか分からんよって。いやー、これ5万円つやってこれ岩谷くん。いやー、これもう最高。デビュー戦飾ったで。いやー、一瞬ね自爆かと思ったんやけどね。そのヒヤヒヤ感もいいよね。いや、楽しかったな。今日なかなか取れたかあるでしょこれ。
ガーゴスも暴れたし、キン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 も聞けたし。いや過去ね、何度もあの野茂み歩きでね、回復しまくるっていうのはやってきたけど、キン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 はさすがに初めてやな。マリー、まあいいかな。ランド、確定タップインをちょっと一枚減らす。あ、じゃあ俺間違えた、これ疾病の神殿だと思ってた。最悪、これ戻すのでええやん。ご都合ドロー最高。めっちゃ疾病の神殿だと思ってたわ。森林の墓地やん。もうあんまり土地増えてもええことないねんって、こういうアホになるから。いやもうラッキー太郎甚だしいけど、お、恐竜やん。ほんで初めて当たった、なんか嬉しいな。これやったらハイドラでやったほうがなんか勝率さそうやけどな。純粋なスピード勝負になるから。めっちゃ強いやん、何その究極のドブン。正気？こんなゲームやった？俺なんかヴィンテージみたいになってない？ちょっと大、おいおいおい、 MTG 大丈夫か？危険な領域に向けて加速しないですかね、スタンダード。いや、これもうわからんの、これ。悪魔変王でしょ、俺。こんな回る系？ひえ。これ死ぬやろ。もうあれか。パンチ威力アップ重視か。トランプラスさえ持ってないよね。いやもうやめてくださいよ本当に。切れ負けやって。いやもうさっきスキーボードやったから、なんかもう気持ち的にはねそんなに負担はないけどね。キャストダウンでいいかな、ここ確定除去の方が強いな。もうキン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 をやった身にはね、今日のキーワードはキン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 ですね。実にこう音が気持ちいい配信だったな。もうまとめに入ってしまう気持ちが。何やんこの手札。まあ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 。ピーピー太郎。ペインランド、ペインランドはちょっとね4ルーズする可能性あります。まあ2で済むかな。恐竜デッキって2マナがなかったよね、確かに考えてみたら。全く2マナがなかったところにああいうね、普通でも 2-3 というこのバランスのいいカードが入ってきた、それはデッキ強くなるわな。あいつ以外にもない来て何入れんのやろ。まあラノワールとかで3に飛ばしてなかったことにみたいな。お、土地偉すぎ。
これでまあマナクリが死んでも次のターン騎兵が出せるんで、まあ、死にましたが、何で死んだ、あ、マナ出して自分でやりたんや、おもろいな、マナクリ入れてるけどもうかまへんっていう。でまあ戦慄種の指揮をタミオで拾ったりとかすると、あんたらいやけどね。あ、そうやね、軽減親父だけやったね。だってオテピクの狩猟とかそんなんやったよね。確かにあれね、殴りに行かれへんもんな、あいつ自身が完全なるマナクリーチャーとか探検パッケージだったもんね。恐竜ってのがいいよね、その穴をちゃんと殴りに行くやつが。さっきもパワーゴールドついてたもんね。2マナがパワーゴールドだったらさすがに強いよ、タルモやんっていう。毛竜くん、騎兵、まあ指揮拾っとくか。まあ、立ててる方がやらしい説あるよな。もうさりげに次のターン8マナ出んのすげえわ。ああ最悪そうだったな、タルモな。あったなそんな。なんかコラでね、いやこれ死なしてていいな。どっこい、何が落ちた？三点回復くんと騎兵？戦慄種の式落ちすぎ。もしかして私の式落ちすぎ？まあ、タルモ再録してもそんなに問題なかったんじゃ。うん。でもこの騎兵との相性はすごくいいから、僕は使ってたと思うけど。タルモ出して騎兵ででかしてどつくみたいな、緑ミッドレンジみたいな絶対組んでたと思う。まああんま再録しすぎてもね、なんかあまりにもモダンのカード再録しすぎてたから、力戦とかさ、それもちょっとどうなみたいなとこはあるから、まあ帰ってこなくても別にいいんじゃないですか。帰ってきてもいいと思うし、帰ってきてもさほど問題ではないと思います。これなぁ、のしげみがおったら問答無用で返せないけどな。まだ我慢でもいいか。あのイラストのタルモゴイフちょっと欲しいから、再録されたら買いやすくなるからちょっとええなと思ってる。まあ何事もリークがないのが一番ですから、あれがなんか嘘オツでちょっと良かったなと思いますね。真面目コメント、
アタックやな、これもな。月を太郎やん、言うて。のしげみくん、早来いよ。落ちてないよね、見逃してないよね。 A カード来た。まあ嬉しくはないがショックで思ってんのかな。もうちょっと騎兵戻した方がよかったんかな。瞬間最大風速を狙いすぎると悲惨な目にあったりもっていう。トランプルないよな。残り10しかないからね。もう次ちょっと取ろう土地とかやったら打つしかない。おっさんやん。裏切っていく。自分の三三役から。うわ、帳、マジか。帳ナンバーワンはだるい。もうこれもらおう。おー、俺の帳か。やるやん。モダンで単価ブーって何？フレーム単価ブー？なんかあったっけそんな。あー、もしげみくん。いやでも待たれへんよな。待たれへん。ライフそんな残ってないしっていう。しゃあないんで打って、トランプルがなかったらな、チャンプルでもあるけど。騎兵戻してチャンス。軽かった負けで。許されてもいいってさ、そういうことは使っても問題ないでしょ、このスペックはってこと。モダンホライズン再録しちゃってもいいでしょみたいな。そういうこと？でも使う？逆に。使わんのじゃない？これどうしようかな。5でしょ。4点くらいながらこれで回復する。4点くらいって残1になって4の6で10点。そっちの方がまあ ギリギリを行く男、岩谷に行くか。うーん、墓地。
上でもいいかな、これは。まあ10やったら軽くとかでは死なんでしょう。だいぶまくれたな。いやー、夏の帳だけは受けられんからもう知らないねんけど、フレームタンカブーがモダンホライズンに入ってもいいだろうみたいな話をしてるんでしょ。別になんかあれちゃん、これは入れたらあかんっていう理由で入れてないんじゃないんじゃない。入れてもあんま多分みんな使わんなっていう理由で入れてない可能性あるけどな。まあモダンホライズン2とか言われたらリミテ用とかに入ってくる可能性あるけど、逆にリミテで強すぎるみたいなのもあんのかな。チュパカブラとかも別になんかねあるからええとは思うけど、まあ、4マナ42で4点だけじゃ使わんのじゃ、プレーンズウォーカーに飛ぶとかやったらいいけど、分からんけどね。使いたいっていう理由やったらね、確かに使わせてもらってもええのにねっていうことは言えるけど、タップイン祭りやが、まあおおデリシャスね。お、しかもマナクリスタートね。次神殿を置きながら浅瀬ができる。エロいてメス強いて、平然とやってくんなこの動き。これ出してチャンプ体勢でいった方がいいんかな。2回やった方がいいか。神殿でとかも思ったけど、ドローでもまあまあまあ、ベリーバットじゃない。おー強い、ちょいえぐいなダイナソーこいつ依存すごいけど、こいつおらんかったらやっぱちょっと弱かったもんね、さっきもね。ダイナソーえげついよ。1点抜け11点、シャーこぼらそうってなった。覚悟のダメージかな。ギャルアットやってこれ高校鉄拳でタフネタですね。シャーコブラソードっ って膝蹴りするよね。マジでどうでもええな。高校鉄拳でタフの話マジでどうでもええな。のしぎみくん希望はある、希望はあるぞ。はあ、ちょっと強すぎやろ。やんちゃすぎやろ、いくらなんでも。格闘家、恐竜格闘、
ちゃくちゃしおるで。ちょっとすっか。慰めてくれんの？もう可愛い。俺ほんまに猫もしかったらこんなんなんのかな。アリのやつでバチゲーしてもなんなんこの泥ほんまたまらんってとか言ってたら、にゃーん、もう慰めてくれんのとか言って。とろける可能性あるな。あ、負け、終わり。てかこれ多分決まっても負けてたんだよ。帰宅帰宅、うんこ漏れてまうわ。いや、グルグルダイナソーめっちゃ強いな。なんかね、ミシック1位になった人も使ったとか言ってたけど、納得の強さ。やりよるな。うん、次はちょっとラストぐらいでいくかね。相手ダイナソーって、あなたあのフレームダウン株を再録してほしいってコメントしておきながら盤面1個も見てなかったってこと。今になって盤面見たってこと。ちょっとそれはおもろいな。てか俺の話も聞いてなかったってことやんね。恐竜やんとか言ってたもん。なやね、フレームダウン株を再録してくれって熱意だけ投稿して放送全くくれるのやめて。もっと俺のことを見てくれよってなるよ。昔大学の時に、あれ何回生やったかな、2回生かなんかの時に同じカーのやつが授業終わってから急にもっと俺のこと見てくれとかって急に。なんか熱くなってた。めっちゃおもろいな、あれ。面白かったな。もっと俺のこと見てくれよとか言って、急にどうしたどうしたって言って、 F ってやつやってんのよ。どうしたん自分とかって。お F どないしてんとか言って、いやもうみんな俺もっと俺のこと見てくれよとか言って、いやもう見たるやん、なんやのいきなりとか言って。特に何もなかったんですけど。何を見てほしいとか言って、いやもう俺のことやとか言って、なんやねん中身ないがな言うて。終わってもうてんけど、何を見たらええねんとか言って、何を見たらええか教えろよとか言って、なんかその相手をしてほしかったじゃないけど、いじるだけ、なんかね、そいつをいじってるやつが結構なんか思んないやつがそいつをちょいちょいいじってて、もうストレートに言うと、あいつまた思んないいじりしてんなとかって。でもそいつも F も F 本人も思んないいじりされながらもまんざらじゃなさそうな感じやったから、俺も特に気にしなかったんけど、あーそれがあんまり自分でも思んないと思ってたんやなって。大学入ったばっかりがこう合わせなあかんけどみたいな。だから1回生の時か、あれ1回生の秋とかやったかな。そっからちょっとね仲良くなったっていうか喋るようになったね。何の話これ。俺の思い出をなんかただ言っただけやけど、これ何ですの、相手ハンド全部ランドか、これやろく行こうか、やろく激アツやで、これダブルトリガー強すぎでしょ。いくらね、どんなことがあってもこんなことしてはいけないんですよ。人間こんなアドバンテージ得たらダメなんですよっていう。ヤロクはもうヤーさんですよね。
44殴ってくんのかな、殴らんのか、ダブル浅瀬で、ダブル浅瀬ウィズヤロクやから、4回転これはいいの、これ合法、これはこれノット犯罪、これあかんかったら早言ってな、消すからこのカードあかんかったらこのアーカイブ消すからちょっと言ってな、ほらこれ合法やんね、イリーガルじゃないよね、法に触れてなかったらええねんけど、それで何なんで、あ、爆裂マナーだしトッププレイするって、いや別に貼ってからでよかったんちゃうのやってもうたんちゃうのこれ、上途中やったし上途中やったら静かなって終わってもらうやつやでって、ディン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 、あ、強ー、あ、強ー、何これもういやほらこれ反の罪でしょこれマイキャットもそうだと言ってますこれ何なんこれてふだ捨てんのめんどくさいやつやもん、でレインジャー出して、4回トリガーして、4回探検して、いやもうお疲れでしょう、早く投了しましょうってライフリアルトはしないですよ、もうここで終わっただけやから、相手浅瀬全然焼いてこなかったな、しかしもうやろくも親子ごめんや、もう39は無理でしょ、ギリギリリーガル、これ合法対戦やること多すぎて今コメント気づいたけど、捨てるもん土地いらんよな、6枚捨てる人がめっさ捨てなあかんやもうこんなんいらんわもう贅沢すぎてたまらん、まだやるかいやで、これ諦めへんのすごいよな、ガッツの塊や対戦相手、まだいけるって、俺絶対投了してるよ、さっきの段 鳥が一個も解決する前に投了してると思う、バーンとスタック見た瞬間もう無理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 39よ、殴らんのかいっていうね、ほんで僕が赤玉やめた理由みたいなそうですね、あれはある晴れたある夏の日のことでしたねとか言って、その日も今夜みたいに蒸し暑かったいやもう解決せんでいいから、もう畳いいなやめんかけ俺は続けるよこれ
俺からなんか逆に強制投了とかできへんからね、これ。確かにね、そのおもろいから見とこうみたいな、好奇心の塊なんかな、相手。ええやつや。ええやつなんか究極のマゾなんか分からんけど、あの最近あのゴールデンカムイ、僕も漫画あんま読んだことなくて、ちょいちょいしか読んだことなかったんですけど、アニメ見出して、あのニシンところの変態まで、ね、もう見たんですけど、あいつみたいになってるやん、もう最高の形でとどめさせてくる人に会いに来てるやん、もう。なんで一個一個律儀にクリック付き合ってんねんな。いや、もう俺もとことん行くで。やってやるってよ、とことん。こいつら次元の問題救えるやろ。ゼンディガーに来るべきやったな、こいつら。イクサランの一般精霊でゼンディガーのエルドラジ問題解決やろ。イクサランの人たちをなんとか次元鏡みたいなの連れてきたな。だからもうね、カラデシュで普通に次元鏡をなんていうか、もうゲートウォッチのメンバーが手に入れてたら、もうクソゲーなってたよな。どこの次元でもいくつかのこいつら連れてこうぜとか言って、ニッサ頼むとかって毎回の茂み歩きボーン出てきて連れてきたマーフォークたち、なんかこうね、ポータルからボーン出てきて、探検じゃーとかって、この未知の次元を探検しようとか言って、ズダダダダダって、もう天にも届くぐらいでかなった精霊が3体こうやってカッポして終了でしょ。なんで真面目にコンバットしてんねん。そこはフルパンを受けって。上がったんでしょ。まあ、この臨界の吉田がどれだけ効果発揮するか僕はちょっと気になってるんでね。痛みを減らす、やろくばり効くな。工作にもそんないらんかな。式自体も枚数減らして、こんなもんでいってみましょう。いや、ほんまイクサランの探検隊が多元宇宙最強説あるよな。コズミックビーイングやで。ギャラクタスが来たよみたいな感じで、まずあのマーフォークの枝渡りがこうやって枝渡ってくんねんな。でその星のこと調べて、その次元のこと調べて、のしげん様にはふさわしい次元とかって、くちゃくちゃやんかって。まあ、フェイントの資源見からいくかな。焼かれてもいいよって。あ、プロ緑くん、あいつプライチカルタ乗らへんもんね。いや、もうこれ引いてやったら次もこれプレイせんかったな、ミスったな。タップインでよかったわ。何も見やんと土地置いて思うた。手なりおじ。これまた俺死んでんやと思ってた。もうえって。戦術でとか思ってた。おじさん間違いすぎでしょ。
ラウンド伸びへんかったらちょっと痛いな。次のターン騎兵とか行けたらまあ戦ったんやな。赤ターンってなんか入ったカードあんの？完全なこのさっきのエレメンタルみたいなデッキやったら別やけど、サイドボードに丸焼きぐらい。負けや負けや。負けや負けや。重いところ入らんやろ。各種チャンドラもエレメンタルにちょっと寄りすぎてるし、6マナチャンドラ、6マナのカードなんか入らんもんね。この赤タンアグロやと。燃えさし、燃えさしも次の環境ちゃう？多分。あの燃えさしどうなんやろうな。フェイスに入るのはまあ悪くはないぐらいのやつ。まあ赤タンアングルちょっと強いから毎回なんか言ってたからもう何もなくてもいいけどね、正直。たまには何もええへん回をちょっとね挟まんと君も。毎度毎度ほんまプレーンズウォーカーなりね、なんかアドバンテージ以外軽いクリーチャー火力とこう得ておるから、さすがにねデザイナー部門も薄々気づいたでしょ。なんか普通の赤いカード作ってもあかんやろって。なんかまあ重いのと恐竜にしたんかなと思うけど、あれもらうんありやねんけど、ライフがちょっとな危ないっちゃ危ない。もらうとあれか、俺もトップしかプレイできなくなるのか。まあまあええやろ。おもろい。この出来が狂乱というのはちょっと面白い。というよりもう結構自分の中で負けてるゲームっていう認識があったから、茨の騎兵でインサートに乗ったら即座にプレイできる。自分のターンでこいつが死んでもそのカード次の第2名で即にプレイできる。そう考えると面白い。まあ、どこ選ぶ5やか関係ないんですけどね。Let's light it up! トップが特に使えるカードじゃないから、こっから3マナ出してで、っていいんかなみたいな迷いがあるのかな、これ。でもまあ殴られたら残りは負3になるから、もうほぼ負けやねんけどな、これ。次のターン、おちゃんコンボ、なんだ、チャンドラ取らなあかんかったんか。ミスったな。かよかやろ。日による戦い、強いかな。秒で打てい。おちゃんで無理でした。まあ、後手番はちょっとしゃあないってなるから。諦めつつ、あの2ターン目の勘違いがちょっと一番響いてんな。手なりダメ絶対でしたね。もうなんぼこのマリガンがシステム素晴らしい言うても2回マリガンしたらあかんねんって。最後の最後で本領発揮すな。最後の最後で地獄見る。フェイントのしげみくんですね。焼いてくれよ。
え、もうほら早々に次のターンぐらいからもうつもぎりおじさんになってしまうけどトップ射出してながら勝たれへん、こんなん。うわぁ、噛み合ってねー土地トップ強とか思ったら絶妙に噛み合っていない。殴ってこいよ、殴らん。土地おー、悪ない悪ない。あー、いいですよいいですよ。ダブマリからこれやったら全然いい。次土地引いたフィーバー太郎やし。フィーバー太郎来た。バトルフィーバー G やん、こんなんも。あえて手札重そうね。いやーん、気持ちいい。手札2マナ火力なさそうね。ダンマリからなんとかなった。のしげみ、さすがのしげみ。俺たちののしげみ。日による戦い投げつけてくる。もう仕事したからええよ。十分やってくれました君たちは。とりあえずマップワーク完璧。ヤローク、ヤクザ。いいんじゃないですか。これ乗ってきた。ライフ36もあるからもう怯えるもんなんもないわ。恐れるものは何もないになってる。オッケーオッケー。こいつ死なんの地味に強いな。詰めてくか。いや、ブロック後でいい。いや、もう詰めとこ。まあ、チャンプするしかない。お、食らう。チャンプしたら勝たれへんか、確かに。でも勝たれへんでしょ、もう。ヤロクはね、こう、エフェクトもめっちゃいいよね。まさしくエイリアン。でも完全独走だよね。俺が変えてやるって意気込みで来ても無理ぐらいライフ差ある。ハンド4マナばっかとかなのかな。全然カードプレイしてこへんもんね。鎖回しって4マナばっかとか。よし、イエース、イエスイエスイエス。ふぅ、勝ちー。あ、勝ちある。さっき言ってみたら使い切る。ダムありやなダムありよいやー、なんか勝ちましたね。よかったよかった、ほっと一息。まあ今日はこれで終わりますか。2時間やし、ちょっと運動もしに行きたいので日課である。ここらで終わります。ジャスト3時間ぐらいやったかな。このデッキとあとあれか、ガーゴスデッキ使ったけど、最後にちょっとデッキリストだけ解説しますか。改めて北方の精霊、三国志書いてる人みたいな名前やな。
最初の敵ヘイルハイドラ、北条の力戦とマナクリーチャーから加速して、ガーゴス、ガーゴスですね、正しくは正式な発音失礼しました、ガーゴスと、各種ハイドラをプレイするべきです。多分ね、破滅の終焉がちょっと弱かったから、あんまり強くなかったから、ガーゴスを4にして、まあ、サンマラビビアンとか入れてもいいかもね。アークユミレインジャービビアンちょっと引かなかったかな、なんとも言えなかったけど、とかなんかね、コメントでもあったけど、とにかくあのハイドラが出てからちょっとタイムラグがあって、すぐ単体除去で死ぬのがもったいない場面があったんで、いつのことサムトとか入れてもね、面白いかもしれない。1枚ぐらいサムト入れても全然回るんじゃないですかねっていう。まあ問題も日差4枚はもうこれもう確実に持った方がいいですね。これは絶対に入れた方がいいと思う。だちょっとこのここに入れるカードを探して終わるかな。からマナだけ溢れてカードがないみたいなこともあったから、あれとかでもいいけどね、あのどこ行った、衝動とかでもいいけど、冒険の衝動に舞とか、そういうのでもいいし、こういう力戦エルフデッキに搭載されてることの多いあれですね、サンマナのこのイトリモクの方にしてもいいけどね、イトリモクにして、まあ、よりマナが出てハイデラとも噛んでるから、そういうのもあり、その分回りを考えるとイトリモクの方がちょっと上回ってくるかな。ガーゴスを4枚にするのも、ガーゴスを4枚にするのも悪いですわ。ガーゴス、ハイドロイド、あとはヤロク、イバラの騎兵、戦慄種の式歴ですね。これイバラの騎兵強いに伝わったでしょ、なんで値上がってるのかわからんっていう人とかもおったかもしれんけど、今このね各種動き見てると、このうちのたね、このなんていうかタフさ、アドバンテージの塊っぷりとか伝わったと思うんで、まあ、現代版緑タイタンといっても過言ではないと思いますよ。緑が好きなプレイヤーはぜひ使うべきですね。アドアドシーデッキ作るのも。あとね、やっぱライブラリーが一気に5枚こう、ね、公開して1個土地取って、残り4枚落ちるでしょ。戦慄種の式とめっちゃ相性いいから、ぜひ使ってみてください。ヤロクすごかったね。さっきアガタナイト1本目111までライブ行ったもんね。ムルドローサーエレメンタルっていう理由で入れてるんですけど、何どれぐらいやりよるかちょっと不明ですね。ちょっとね、戦慄種の式がプレイできない時用にライフは減らさへんけど、墓地からこのレインジャープレイして野茂みで回復みたいなルートを残したいと思って入れてるんで、まあ、工作員を枚数減らしてもいいかもしれない。全然引かんかったけどな、ほんまに。工作員枚数減らしてもっと軽いカードとか、あのチュパカブラみたいなカードとか入れてもいいとは思います。てかチュパカブラ入れましょう、大人は冷静に。工作員が好きすぎてこんな風に入れてるけど、1でいいわこいつ。まあこれでもいいし、人質取りでもいいし、まあより確実に処理できるからチュパカブラにしてるけど、なんかエレメンタルでなんかそういう能力持ったやつおらへんのかな。あ、黒騎士はありかも。黒騎兵持ってないかな。持ってないな。夜の騎兵あると思います。ちょっとマナベースいじらなあかんかもしれんけどね。黒マナもうちょっと出るようにとか、まあ10万出てたけどな。他になんかエレメンタルでチップでどうこうするやつとかおらへんよね。オムナスぐらいやんね。色足さなあかんからしんどいし。うん、チュパ1、騎兵1とか、ちょっと重いけどな。まあ、チュパカルバラもヤロクおったらすごいことになるから、十分プレイヤブルなカードだと思います。そう、タフヤス6がすごいんよね、この緑騎兵は。あと、到達が地味に、フェニックスデッキとかに強いので、まあ、なかなかこれ回るデッキになってます。僕が作りにしたら珍しくちゃんと回るデッキなんで、まあぜひと言えるぐらいになったかな。ちょっと自信はある。
サイドのこいつ結構強かったよね、この林間の癒し手。これはちょっと信じてください。白系はちょっとデッキがね、まだ思いつかないですね。白タンミットみたいなデッキちゃうかなと思うけどな。自分のギデオン対象にして破壊とか言って破壊不能33でできたみたいな。一人相撲を楽しむデッキがいいんじゃないかなと思います。っていう感じで、今日はじゃあこれで終わります。楽しかった。デッキもちゃんと回ってくれてよかったね。事故って、もうハイドラとか全然勝たれへんやろなと思ったけど、ハイドラも結構勝ったよね。3連勝したから。まあ、楽しいデッキだと思うんで。ほらね。これ終わりますわ。おやすみ。M20 環境楽しんでね。明日もプレリ行く人もいるでしょ。ね。みんな力戦プール引くことを祈ってます。おやすみ。